えオンラインレクチャーオンサッスということで、えー、この今回の動画では えー、結構サクスを吹く人でですね、えーえーまあ、同じ悩みの人多いと思うんですけれども、えー、伸びやかな音とか通る音とか、まあ、倍音をたくさん含,く含んだ音とかっていうのを、まあ、どうやったらその下から上までまんべんなくなるのかっていう悩みをね持ってる人はたくさんいると思うんですけれども。 えー、今回はその、えーまあ、悩みとかを、えーまあ、問題をこうちょっと潰していこうという時間にしたいなと思うんですけれども、えーまあ、よく、えー、聞く悩みがですね高い音が詰まってしまったり、まあ、通りが悪いとか特にこうフックキーのね、えー、サックスでレとかミとかファとか。 えー、っていうところで、えー、あんまりこう伸びやかに音が出ないよという悩みを持っている人の、えー、ことをよく聞くことがあるんですけども、えー、まあもちろんその逆もあって低い音が裏返りやすいとかね綺麗に音が出ないとかっていうことあるんですけれども、あのー、まあソプラノからバリトンまで基本的なそのサックス4種類に,において、えー、基本的には同じことを でどの楽器がどうだということではなくて、まあ、サクスという楽器を吹く上で気をつけなければいけないものは基本的には、えー、共通していて、えー、まずその一つがまずアンブシュアの調整自分のねアンブシュアの口の形の調整あと息の圧力の調整、えー、そしてちょっと難しいんですが、まあ、息の量のコントロールとかあとは、えー、体の使い方、まあ、姿勢であったり喉の開きとか えーまあ、アンブシアだけでも実際はその作者くという上で気をつけなきゃいけないところはあの口だけでもないのでまあそういういろんな要素が、えー、組み合わさって、えー、それらがこう相互に干渉して、えー、その人の音色とか、えー、音の伸びが決まると言っていいかなと思うんですが、えー、なのであのその この問題だけで解決できる話ではないので、いろいろな要素が含まってサックスって音が出ます。で、なので、こう、10人といろんな音色が出るっていう意味では、まあ、ちょっと特徴的な楽器なんですけども、まあ、触れ幅が結構広い楽器ですね。まあ、いろんな結構エッジの効いた、あのー、サックスの人もいれば、えー、まあ、ちょっとこう、なんていうのかな、あのー、 ボワボワっとしていいいる渋い音を出す人もいればあの本当に両極端ですよねでもどのサックスをとっても、えーまあ、素晴らしい評価されるべきものがあるんですけどあの、まあ、その素晴らしいものというものでやっぱり共通しているものが下から上まで、まあ、その個性を潰さずにサックスで音が出せるかどうか。 あの下はこういう音色だけど上はこういう音色ってまあ,あんまり好ましくはないですね。あの下と上でこうなんていうのかな性格が乖離してしまっているとやっぱり一本の楽器っていうふうに聞こえないのでたとえ高い音であっても低い音であっても同じ人が吹いているっていう感じが出てくると一番いいかなと思いますが、えー、まあそれではちょっと具体的な内容に入っていきたいなと思うんですけれども。 まず、アンブシュア。で、よく、まあ、ジャズサックス、ポピュラーサックスを吹く上で気をつけなければいけないことっていうのは、アンブシュアのリラックス。あのー、これが、まあ、 あの現代クラシックとかになると、まあ、ちょっとまた考え方が変わってくると思うんですけれども、まあ、基本的にクラシックサックスとか吹奏楽でサックスを吹いてたりするとやっぱりアンブッシュはだいぶ硬い硬めでそれこそ下の歯にクッション剤を置いたりするぐらい噛むっていう、えー、しかもシングルリップで下唇は結構丸めるのがオーソドックスなパターンだと思いますが、まあ、そういうものに比べてアンブッシュはだいぶリラックスさせて、えーまあ、力を抜く。 マウスピース自体にあまり圧力をかけないっていうのが、えーまあ、基本的な基礎のところにあるとは思うんですがこれはよく聞くお話だと思います先輩とか作者の先生とかいろんな方がアムブショはなるべく 力抜いてねとか。で、まあ教える人によってはいろんな教え方があるんですけど、フィッシュマウスといって、え口をなるべくこう、王の形にして、鯉が餌を、えー、食べる時のように王の形にして、まあマウスピースに均一な圧力をかける、まあそもそもあんまり圧力はかけないんですが、まあ同じような形で、上も下も、えー、同じような、えー、 包み方をするっていうフィッシュマウスまあこれは基本的に力入れようと思っても「お」っていう形は唇には力入らないので、あのー、あんまりこう圧力をかけすぎることがないとか、まあ、いろんな奏法があります。で、えー、リラックスするということは大前提なんですが僕が、えー、考えるに、えー、ただ単純にアンブッシュを緩めればいい音が出るのかっていうと、まあ、それはちょっと。 答えとしては三角だと僕は思っていて、えー、先ほども言いましたがいろんな要素の、えー、複合で音色が決まりますサックスから音が出るっていう最終的な、えー、音に行き着くまでにいくつかの えー、要素があるんですねでその一つがアアンブシュアっていいうのは正解だと思いますでもそれ以外にも息の圧力とかいろんなものがこう相互に関係しているんですがただやみくもにアンブシュアだけをこう力抜いてしまうと、えー、当たり前ですが高い音に行けば行くほど息のスピードっていうのは速くしていかなければいけない。であの単純に 物理的な音の法則として、えー、高い音に行けば行くほど振動数が速くなりますし、えー、低い音になればなるほど振動数振幅が、えー、大きくなってきますしあのー、どの音をとっても「うだろうが「レ」だろうが「ミ」だろうがどの音をとっても、えー、その音の周波数っていうのはあるわけですね。で すべての周波数とかリードの振幅において同じような脱力の仕方をしていてはあのー、そもそも、えー、無理が生じてくるっていうところが僕実際吹いていての実感としてあって、えー、例えば、まあ、下のテナーで米韓でそう吹きますね。<laughs> っていう層オクターブ上げて「っていう層があったりもう一オクターブ上いけばフラジオで「っていう層があったりしますが、えー、全部この音において自分としてはアンブシアをリラックスさせているつもりこれ固くしてしまうとどうなるかちょっと潰れた音になる「まあ裏返る。 あのー、要因にもなってしまったりしますけどこれを緩めるとっていう感じ今裏返ってましたが、えー。っていうことに、えー、なるんですが、あのー、じゃあ全部のアンブシュアが、えー、果たして同じなのかどうかというと。 僕の中ではちょっと違っていて何に気をつければいいかここから結構ちょっと僕の中で大事なことを言いますがえーんーまあ数学とか物理とかが得意な人は結構理解しやすいと思うんですけどえマウスピースに対してどの音であっても大体同じぐらいの こう加える圧力になるようにアンブシアを調整していくっていう作業が結構大事かなと思います。で、えー、もうちょっと深いところを進んでいくと口にマウスピースを加えて息を吐きますね。でまあ正味こんなちっちゃい穴のところに息を吹いていくわけですから。 人間が普段こう呼吸するときよりも必ず抵抗があるはずなんですね。自分の方に帰ってくる力というか、本当に口の力とか顎の力とか唇の力、口角の筋肉の力を、えー、ゼロにしてしまえば多分漏れてしまいますね、息は。バハッとなってしまうと思うんですけど、そうしないところに絶対そのある程度の維持、僕はその維持する力と呼びますが、 その息が漏れないように、あの流れる息が安定するように、ある一定の固定する力、維持する力っていうのは必要だと思うんですね。で、その維持する力っていうのは音程によって全部変わります。口の中の内圧が基本的に変わるので、で低い音であればその息の量はたくさんいりますけど、あのなんていうのかな、あの。 息が入っていくスムーズさっていうのは高い音に比べてスムーズなのでまあ多くの息を必要としてしまいますが、えー、結構すんなり入ってってくれるのであのー、あんまりこう固定する力っていうのは必要ないわけですね。あのー、なので あんまりこう必要以上の負荷をかけてしまうと低い音を出したいのにオクターブ上にあ、あのー、裏返ってしまったりっていうそういうことはよくありますね。では逆に高い音に行った場合っていうのは口にかかる内圧とか抵抗っていうのはあの息のスピードが速くなっていくのでそもそもこうマウスピースとかまあこの艦隊の中に吹き込んでいる息って に対すする抵抗値っっっててていいいうののの上がっていきますね口の中内の圧も変わっていきますそうすると、あのーまあ、低い音をどっちを基準にしてもいいんですが、まあ、低い音を基準にするんであれば、えー、低い音の時に、えー、加えていた力と同じ力で高い音でも同じ力でこう加えてしまうと絶対抵抗に負けてしまうんですね。 で、そうすると何が起こるかっていうと、まあ、あの、知らず知らずのうちに口がちょっと開き、その内圧によって開いてしまうことによって、ピッチが下がってしまったり、えー、します。えー、逆に、それに、こう、なんていうのか自分が危機感を覚えて、あ、やばい、口が緩んでるって感じてしまって、変にこわばって、ぐっと噛んでしまうと、逆に、音程が高くなっていったり、まあ、ここで音痩せが発生したりするんですけど、あの、まず、 それぞれの音。まあ、サックスは最小単位が、あの、半音ですけど、ドードシャープレイ、レレシャープ、ミーっていう半音ですけど、まあ、そのすべての音,音程において、えー、それぞれの口の圧力、ま、マウスピースを加えるアンブシュアの圧力がすべて独立しているっていうふうに考えた方が、えー、 いいかなとこれは統一すべきものではなくてあの圧力というものに関してあの統一すべきではない。であのただ常にマウスピースにかかる負荷っていうのは統一しといてもいいそれは抵抗値との比で大体、えー、いいマウスピースにかかる圧力ちょっと簡単な話全然ちょっとサクッと関係ありませんが例えば。 手を、まあこれ A, A, A さんと B さんだったとして A さんが B さんに向かって十の力で押します。で、B さんは力を入れなかったら A さんの力によって負けてしまいますね。後ずさりしてしまいます。で、じゃあこれをある一点で止めようと思った時に 何をすればいいかというと B さんも10の力で A に押し返してあげればいいわけですね。そうすするるとある一点かから動ななくなります、ね、でこれがちょっとでもずれてしまうと A が11になってしまうとやっぱりこっちに動いていってしまいます、えー。B が逆に力を抜いて8にしたってこっち行くし A が途中から力抜けていって B はずっと10の力だけど A が8とかなっていったらこうやってなってしまいます。 真ん中で維持しようと思うと。両方が同じ力を持ってないと、この位置を維持はできませんね。で、これとよく似てるんですがで。外から見ていると客観的に見ていると例え、a さんが5の力 b さんが5の力で押していようが、a さんが15の力 b さんが15の力で押していようが、結果は何にも変わらないんですね。その動かないという。うん ことは変わわらないわけですねこれをマウスピースでやってほしいっていうその常にその動かないってことが言いたいわけじゃないんですけど <laughs> マウスピースに対してかかるその負荷っていいうのを均一にしたいなので、えー、強く吹いている時っていうのはやっぱり低く吹いている時よりも若干その維持する力っていうのは必要だけどそれ え必要以上に力を入れてしまうとやっぱり音痩せになるのでそのバランスを見つけるためにえまあロングトーンしたりっていうことで強化していくんですけど低い音を出す時にはこれぐらい力を抜いててもまとまるなとかでもちろんピッチの兼ね合いとかもあるのでチューニングメーター見ながらロングトーンすればいいんですけどあのまあいろんな音でやるのが好ましいですねで僕が推奨するのはオクターブのえー違いをえー まあ、あのクリック鳴らしたりしてあのテンポ60でも80でも何でもいいんですけど、まあ、ちょっと時間があの保てるそのある一音を継続できるクリックのテンポがいいと思いますけど、まあ、例えば80のテンポでクリックを鳴らして、えー、8拍下の層を鳴らしてみる。 で、ちょっと時間を置いて、まあ、4拍ぐらい置いて、次はオクターブキーを押して、1オクターブ上の層を、えー、音程が合うように出してみる。で、その時に、まあ、音程が合うように吹く時に、ある程度アンブ車の力を抜くんですが、どれぐらいその抵抗値が違うのか、その低い層と高い層の自分が受ける抵抗値というものがどれだけ違うのかをまずきちっと体で把握するってことが大事です。で、 トランペットやトロンボーンみたいなこバジングの楽器と違ってサックスはえー固定度というかあの独立で運指があるのでえまあ比較的歴史的にも新しい楽器なので全ての音階に対して運指が存在しているのでピアノみたいに ここを押せば「ド」が鳴るここを押せば「ソ」がなるっていうことと同じように楽器を捉えがちなんですがまあ言ってもやっぱり管楽器であのバイオンコントロールももちろん必要なのである一音ある一音で、えー、必ず息のスピードやそ,のそれにまつわるアンブシュアの形があるっていうことを頭に入れといた方が僕はいいと思います。で、えー これが例えばトランペットとかになると同じ指でえ2オクターブ目の例えば米の音階のメジャースケールだったらドレミハソラシドって吹こうと思ったらドとミとソはまあ同じ指なわけですね全部開放で出てしまうじゃあ何を変えるのって言ったら息のスピードだったりえまあもちろんアンブシャーだったりもするかもしれませんがえまあそういうものを変えて音程を変えていくわけですねでサックスは基本的にその必要がなくてだいぶ運指に助けられている部分があるんですけど けどえー、それでもやっぱりある程度その息のスピードとか息の量とかアンブシュアの圧力固定する圧力っていうものを、えー、ある程度体で覚えていかないとなかなかこううまいことあのスムーズに楽譜を吹いたりする時に特に音程跳躍が激しい場合、えー 上に行った時に音が痩せてしまう。必要以上に力を入れてしまって音出し、あの音を出して、音が痩せてしまうとか。まあ、逆に低い音に行った時に必要以上に力を抜きすぎてしまって、ピッチが下がってしまうとか。まあ、いろんなデメリットが出てくると思うので、まあ、それを防ぐためにも、やはりロングトーンをするのは大事だと思います。で、ロングトーンする上でやっぱり気をつけなきゃいけないのは、ただただひたすらロングトーンするっていうのは何の意味も僕はないと思っているので、あの、 意味を持ってロングトーンにも同じロングトーンでもあの自分が今これを鍛えているんだっていう意思とか目的をはっきり頭の中でイメージしてロングトーンをしないと全然練習の意味はないので、まあ、例えば今のこの、えー、音をこう伸びやかな音にするとか、えー、バイオンをたくさん含んだ音にするとか通る音にするっていうことに、えー、フォーカスしてロングトーンしているんだ。 でイメージする音リファレンス自分の中でのリファレンスノートっていうのは絶対あった方がいいです。それはあのいい音っていうのは一番最初冒頭にも言ったように本当1 0人ントールであのいいサックスいい音色っていうのは本当に様々なので自分がこう想像するいい音 テナーならテナーのいい音アルトならアルトのいい音っていう自分の中でのそのリファレンスの材料っていうのを、えー、いい絶対頭に置いておいてそれとなるべく近づけるような、えー、アンブシュアとか息のスピードとかっていうのを心がけていくっていうのが、えーまあ、いい練習かなと思います。で <laughs> じゃあ練習するときにじゃあどういう練習をこうしていけばいいかというとどういうパターンの練習をしていけばいいかというとまあさっき言ったようにテープ80くらいでまあ,こうある音を伸ばす今「ソ」だけでやりますけどでまあちょっと休んで「でやる。 これでどれぐらいの息の差があるのか。で僕今自分の感覚としては、まあ、あんまり無理ないあの別に大きくもなく小さくもなくっていう音量でやってますけどこれを、まあ、最低でも自分の中での小さい部分まあ普通大きい部分っていうこの3段階に、えー、ご焦点を当ててやっていった時にでもちろんやっぱり音を小さくした時と大きくした時との抵抗値っていうのが変わるのででも ピアニッッシシモモででああろろううががフォルテッシモであろうが口の維持する力っていう数値はどんどん変わっていくんですがでもそれはその息の圧力に対して変わっているだけで最終的にマウスピースにかかる圧力というのは絶対こう5だろうが10だろうがっていうさっき手のひらで話したことと一緒でその絶対値固定をしてほしいんですね。 まあちょっとこの言葉が正確かどうか分かりませんがまああのその客観的に見て、えー、あまりこう変わらないまあマウスピースが受けている感覚としてはずっと一緒っていう感じまあ口のないやつまあ唇で受けるここの感覚とかもだいたい一緒なんですけど <laughs> っていうものを心がけてまあ小さい音でもいいし でもいいし、まあ、あのその音音によってどれぐらいのスピードで出したらいいのかどれぐらいのア安部社の力で出したらいいのかっていうのを、えーまあ、自分で、まあ、チュチューナー見ながら <laughs> あのテンポをキープしながらっていうところで、えー、やっていくと結構、えー、悩みとかストレスが解消していく。 これはあの今日明日で治る話では多分おそらくないので、あのーまあ、緩やかに上達していくものだとは思いますが、えーまあ、そういうものを頭に入れて、えー、サックスにアプローチするのを何て言うのかな1種類にしないというか、あのー、楽器の振れ幅がやっぱり広いのでいろんなアプローチの仕方があります。 えー、同じ楽器でも僕が吹いたサックスの音と違う人が吹いたサックスの音とやっぱり全然違うので同じ楽器を使っていても全然違うのでその人ここ,この、えー、アプローチの仕方があるので、えー、何が正解何が間違いってわけではないですが、えー、まあ 一番正解となるものは何かというと自分の中のリファレンスのサックスの音色に近づけているかどうかっていうところでそれを、えー、複合的なサックスへのアプローチの仕方で変えていく。 で、その、まあ、組み合わせが本当にいくたまたの通り数があるので、例えば、息の圧力はすごくスピードが速いけど、アンブッシュはめちゃくちゃ力抜いている。まあ、黒人のサックス吹きなんか結構いいですね。もうそもそもフィジカルが結構強いので、息のスピードがめちゃくちゃ速くて、だからタイムが良かったりするんですけど、でももう、口はもう、YouTube なんか見るとよくわかりますけど、もうバッコーンと開いちゃってるけど、ソリッドな音が出てる人もたくさんいるし、で、 その人その人の体格とか、え、まあもちろん性別とか筋力とか、まあいろんなことに起因して、あの自分のオリジナリティある吹き方っていうのは絶対あの決まってくる。その人に合った吹き方っていうのあるので、え、必ずしもこうあるべきっていう一つの正解はないんですね。その人によってのえアプローチの仕方が絶対あると思うので出しやすい。無理してもいけないし、え、結果として自分の中で思っているいい音。 えー、まあそのアンサンブルであればそのいい音の概念っていうのをその共通して持っていくってことももちろん大事ですけどあのソロでやってるわけではないのでねアンサンブルすうえで、まあ、アンサンブルのリファレンスを持って、えー あのー、過去に出ている素晴らしいバンドいっぱいあるのでそのサックスセクションとかを聞いてこういうふうにしたいねじゃあ一人一人がどうしたらいいんだろうじゃあこういう音にしていこうねっていった時にここでできることはその調調整整だだっったたりり息のの圧力の調整だったりっていう全てにおいて体には力入れないっていうことがすごく重要になってくるので、えー、肩の力は基本的には抜いてでたくさん息を吸って。 無理のないように肺にあまりこう肺を押し出すっていう圧力をあまりかけずに、えー、自然に息を出すでもちろん大きくしたりスピードを出す時にはちょっとこう力を加えてあげることは必要ですけどあの必要以上の負荷をかけないでどこか一点に力が集中するとそこを中心にどんどん体はこわばっていきますんでなるべくそういうことがないように、えー、気をつけてトレーニングするとえー いいかなと思いま,す <Yeah. S 2> まああのちょっと解説がなかなか難しいというかいろんなところに焦点を当ててアプローチしなきゃいけない話題なので、えー、なかなか伝わりにくい部分かもしれませんがえー まあ、理解していただけるとありがたいなということと、まあ、最後にもう一回言うとポイントとしては、えー息,えー、息の入れ方サックスへのアプローチの仕方音を伸びやかにするためにはどういうアプローチの仕方をしたらいいかというとその1個だけに焦点を当てて直そうとしないということですね。えー アアンブシュアの調整こち、なぜ調整かというとあら,あらゆる音で調整が必要になってくるからまあそれを最終的に体で覚えればいいんですけどえ調整あの絶対違うよと音程によってアンブシュアの、えー、力加減っていうのは若干変わってくるんだそれは何で変わってくるかっていうと息の圧力とかスピードとか息の量において、えー、ベストなその人に合ったアンブシュアの力の入れ方があるよっていうこと っていうまあ、この2点、だいぶ、えー、ポイントになると思いますので、まあ、その辺にちょっと、えー、重点を置いて、練習してみて、ロングトーンしたりすると、えー、上達するかなと思います。えーまあ、こんなところで、えーまあ、サクソ吹く音の安定化とか、まあ、高い音や低い音が、こう、鳴りが良くなるっていうことの、まあ、ポイントについて、ちょっと解説してみましたので、えー、ぜひ皆さん、トライしてみてください。ありがとうございました